ジャクソン1はこれまでも2017年と2019年にコーチェラに出演しており、今回で3度目の出演。コーチェラ初出演にもかかわらず、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、決して緊張した様子はなく、自信に満ちた表情で会場を魅了していました。大きな舞台でも恐れず、世界の頂点に立つナンバーアンダーラインアイ2024年4月15日。 カリフォルニアのコーチェラフェスティバルに大きな話題を呼んだ番号愛と中国出身のスーパースタージャクソンワンのコラボが実現しました。大集客で大盛り上がりとなった88ライジングのステージ。その中でも特に注目を集めたのがナンバーアンダーライン愛とジャクソンワンのコラボパフォーマンスだった。88ライジングのステージでの熱演は監修を魅了しました。 黒を基調としたシンプルながら洗練されたステージ衣装に身を包んだ4人は、息の合ったダンスパフォーマンスで会場を沸かせました。特に、ジャクソン・ワンの圧倒的なパフォーマンス力と、番号愛の4人が織り成す繊細で力強いダンスが見事に融合し、世界中のファンの心をわしづかみにしたのは、記憶に新しい光景です。ナンバーアンダーライン愛の 大舞台コーチェラの魂を揺さぶる圧倒的なパフォーマンスを見せてくれました。彼らの若さと情熱が会場全体を熱狂の渦に巻き込んでいきました。そんな中、偉大なアーティストジャクソンマンがサプライズ登場し、ナンバーアンダーライン愛の代表曲を一緒に披露。その完璧なコラボレーションは会場を興奮の渦に巻き込みました。 ジャクソン1はこれまでも2017年と2019年にコーチェラに出演しており、今回で3度目の出演。アジア人アーティストとしては異例の快挙を成し遂げた。ナンバーアンダーライン愛にとっても初のコーチェラ出演で、世界の大舞台に立てたことは大きな喜びだったに違いない。コーチェラ初出演にもかかわらず、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは決して緊張した様子はなく、自信に満ちた表情で会場を魅了していました。中でも、リーダーの翔くんの力強い挨拶から、ステージを存在感たっぷりに盛り上げていきました。二人の共演は、コーチェラ出演を果たしたナンバーアンダーラインアイにとって記念すべき瞬間だった。彼らは黒のかっこいいステージ衣装に身を包み、 圧倒的なダンスパフォーマンスを見せつけた。ダンスだけでなく歌唱力も高く、ジャクソンワンと融合して生み出す最高の音楽は、会場いっぱいに響き渡った。世界が待っていた、と言っても過言ではない、ジャクソンワンとナンバーアンダーラインアイ、ナンバーアイのコラボレーション。彼らは確実に世界に名を轟かせる存在になりつつある。 これからどのような活躍を見せてくれるのか、ファンの期待は高まるばかりだ。そして、ジャクソン・ワンとのコラボ曲では、ファンの熱狂的な歓声が湧き起こりました。あの感動的な一体感を生み出した瞬間は、きっとナンバーアンダーライン愛にとって忘れられない思い出となったことでしょう。また、ジャクソン・ワンは自身の代表曲、オカーイも披露。彼のキレのあるダンスと、 ナンバーアンダーライン愛メンバーとの息の合ったパフォーマンスは、圧巻の一言に尽きる。中国とアジアを代表するアーティストが一堂に会し、世界中のファンを熱狂させた瞬間だった。デビューからわずか半年という新人ながら、世界最大級のフェスティバルに出演し、グローバルな注目を集めた番号愛。彼らは確実に次なる世界に羽ばたくアーティストになる存在だと。 今回のパフォーマンスで証明しました。片隅に控えめに立つ彼らのシックな黒の衣装が、華やかな88ライジングのステージとのコントラストを生み、逆に彼らの存在感を際立たせていた。その時の瞬間、観客たちは息を呑んだという。ナンバ・ーアンダーライン・アイの楽曲に乗せてジャクソン・ワンが歌唱し、そして4人のメンバーが見事に融合したダンスパフォーマンス。 観客からは割れんばかりの歓声が上がった。これぞまさに世界で活躍するアーティストたちと、海外のファンからも大きな反響が寄せられた。ナンバーアンダーライン愛は日本人アーティストとして初のコーチェラ出演を果たし、そのステージにジャクソンワンが飛び入り参加することで、アジア人アーティストの輝かしい活躍を証明した瞬間となった。ジャクソンワンは、 ナンバーアンダーラインアイさんと一緒に歌えて光栄です。彼らは素晴らしいアーティストで、一緒にパフォーマンスできて嬉しかったです、と語り。ナンバーアンダーラインアイの4人も、まさか自分たちがコーチェラに出られるなんて夢のようです。これからも精進していきます、と喜びの声を上げた。ナンバーアンダーラインアイがコーチェラに出演できたことは、彼らにとって大きな栄誉であり。 夢の実現でもあります。特に、世界的スタージャクソン・ワンとの共演は、彼らのさらなる飛躍につながる絶好の機会となりました。この経験を通して、ナンバー・アンダーライン・アイのメンバーは、自身の可能性を信じ、さらなる高みを目指す原動力を得たのではないでしょうか。世界に羽ばたくナンバー・アンダーライン・アイの未来ナンバー・アンダーライン・アイは、このコーチェラ出演を足がかりに、 世界中のファンの心をわしづかみにしていくことでしょう。彼らの音楽とダンスは言語を超え、世界中の人々の心を動かす力を秘めています。今後の活躍にも期待が高まります。ナンバーアンダーラインアイはデビューしてまだ半年と新しいグループだが、その実力はすでに世界的にも注目されている。今回のコーチェラ出演を機に、さらに飛躍が期待されるだろう。 そして、ジャクソンワンの参加により、ナンバー・アンダーライン・アイの知名度も大いに高まったはずだ。二人のコラボレーションは、アジア出身アーティストの活躍の場を大きく広げる可能性を秘めている。これからどのような活躍を見せてくれるのか、ナンバー・アンダーライン・アイとジャクソンワンの今後の活動から目が離せない。世界に向けて羽ばたき続ける彼らに、ファンの熱い期待が寄せられている。 人気急上昇中の若手アーティストたちの光る未来が感じられる、まさに歴史的な瞬間だったのではないだろうか。そして、コラボステージの最後には、ナンバーアンダーライン愛の4人とジャクソンワン、そしてダンサーたちが一緒に心身とお辞儀をする姿が印象的だった。観客からは熱狂的な拍手が沸き起こり、アーティストたちの成長と絆を感じさせるひとときとなった。 この日のコーチェラでは、ナンバーアンダーラインアイにとっても、ジャクソンワンにとっても大きな一歩を踏み出せた。これから彼らが世界の舞台でさらに飛躍していくことだろう。そんな期待を抱かせる素晴らしいパフォーマンスだった。ナンバーアンダーラインアイはすでに世界中のファンを魅了し始めている。そして今回のジャクソンワンとのコラボで、より一層注目を浴びることになった。 これからのさらなる活躍に期待が高まるばかりだ。世界に羽ばたくナンバーアンダーライン愛の姿を心から応援したい。ステージ上で目を輝かせながら熱演する彼らの姿を見ていると、音楽の力って素晴らしいなと心から感じる。言語を超えて人々を引きつける、ナンバーアンダーライン愛の魅力にも注目が集まっている。これからナンバーアンダーライン愛が、 世界のトップアーティストの仲間入りを果たしていくことは間違いないだろう。さあ、彼らの次なる挑戦にも注目しましょう。きっと、また素晴らしい瞬間を見せてくれるはずだ。